チェーザレ・ムッシーニはドイツ生まれのイタリアの画家である。肖像画や宗教画を描いた。ベルリンでイタリアのベルガモ生まれの音楽家、ナターレ・ムッシーニの息子に生まれた。母親も音楽家で有名な作曲家、ジュゼッペ・サルティの娘であった。1820年に画家になる弟のルイージ・ムッシーニとフィレンツェに移り、フィレンツェの美術学校で絵の訓練を始め、 ピエトロ・ベンベヌーティア・ジュゼッペ・ベッツォーリに学んだ。1823年に水彩画で美術学校の賞を受け、翌年油絵で賞を受けた。1828年からローマに移り、ローマではフランスの外交官で作家のフランソ・ワルネド、シャトー・ブリアンや画家で、在ローマ・フランスアカデミーの校長のオラースベルネと知り合った。1830年にローマを訪れた若い音楽家の フェリックス・メンデルスゾーンとも知り合い友人になった。ローマで絵のスタイルは古典主義からロマン主義のスタイルに変わった。1832年にフィレンツェに戻り人気のある肖像画家として知られるようになった。1834年からフィレンツェの美術学校で教えるようになった。1939年にベルリンの王立の美術コレクションの充実のために 働いたオルフェルスに協力し、彫刻作品を入手させた。1840年頃、新しい天然樹脂絵の具の製法を開発した。この製法は1875年にドイツの会社に売却され、現在もムッシーニのブランド名の油絵具が販売されている。1844年にロシアのサンクトペテルブルクに旅し、2年間滞在し、 皇帝ニコライ一世のために働いた、フィレンツェで死去した、ありがとうございます。